トーニン寸前のアイルです。今回は寒さに凍えながら、チュロス味クッキー使っていきたいと思います。チュロス味クッキーは今回走っていく、祭壇ステージの管理人ということで、何かしらの強さを発揮してくれたら嬉しいな。そんな小波間接発想から浮かんだ編成ではありつつも、しっかりと編成を組む上での条件を満たしてはいるんだぜ。題して、祭壇攻防戦爆弾編編成です。祭壇の管理人であるチュロスと、バトン後に爆弾投げまくるブラックペッパーを入れることで、もう仲良くはしていられない。そんなわけで編成解説していくんだぜ。まずクッキーコンビはチュロス、バトン後はブラペですが、今回のバトン後条件は大と1個分の回復なんですよね。それでその場合のバトン後クッキーは、能力クールタイムが26秒前後の子が噛み合うことが多くて、例を挙げるとミスラウメやライム味が実際に26秒前後で、その条件の時に使われてました。それでブラックペッパーも26秒前後なので試してみたところ、延命必須だったかもしれないけど綺麗に発動したので、もうこれは動画化です。ちなみにブラペ実装の同期であるレッドチリもクールタイムが29秒だけど能力中体力減少速度低下したりしていろいろあって今回のバトン後条件で使えるんだぜ。でもまあブラペで成功したからいいやって感じです。レッドチリの場合は祭壇攻防戦盗賊編ですね。どっちみち戦いは避けられないのね。それでチュロス編成といえば宝物にエンジンが必須で、これは距離を稼ぐためのものなんだけれど、今回の祭壇ステージは短いことでも有名だから、エンジン必要ないんじゃないかと思ったんだぜ。でも実際に試してみたところ必要でした。そして残り2枠はステージ特攻のテディと、コンビ宝物の四つ葉のクローバーです。宝物には特にこだわりはないけど、やっぱりバトン前チュロスの分かりやすい能力と分かりやすい強さ、バトン後に噛み合うブラックペッパーの珍しさが見どころなんだぜ。そしてブラックペッパーでは最後にゼリーを取り逃さないように鬼のような連打をしてます。これ意味がない派もいますが、自分は意味がある派です。鬼のような連打をした時はゼリーの取り逃しない気がするんですよね。鬼のような連打の仕方ですが、キランはボタン以外にも画面半分でジャンプとスライドが分かれてるので、スライド側の画面半分を連打すればスライドとして反応されます。それでスライドのボタンは能力中に爆弾ボタンになるので、能力中にスライド側の画面連打すれば、鬼のような連打ができるわけです。自分は能力中は一時的にスマホの持ち方変えて、人差し指と中指で連打してるんだぜ。能力中は無敵だから平気なんだぜ。そんなわけで大体編成を紹介し終えるのが、2分ぴったりでおなじみのアイルです。にしても今日が寒いですよね。ベラ寒いわね。バラ寒いんだぜ。っていう状況表現を地元で中学生の時に使ってる子がいたんですが、馴染みのない方言はそれ冗談なのかってなりますよね。未だにバラは愛媛にはないだろと思ってます。ベラはありそうなラインギリギリ、バリは関西圏では使われてるイメージあるんだぜ。それで自分は先日話したかどうかわかりませんが、最近の暖かな春の訪れに合わせてこたつをしまって、さらに布団も片付けて毛布だけで、なんならパンツ一丁で寝ていたので、今朝は本当に地獄の訪れを感じました。おぼろげな意識の中で毛布にくるまって出られず、ベッド脇の時計を見ると5時を示していて、もう夕方の5時か、昨日寝たのが9時だから睡眠時間最長記録だなと、そんなことを考えてた気がしますが、起きたのは朝の7時くらいでした。低血圧の割には結構ちゃんと起きれて、パジャマを着て、靴下を履いて、こたつはなんかめんどくさいので、今は寒いと思いつつも耐えてるんだぜ。それで今っとイマジナリー視聴者のコメントが流れてきたんですが、そうですよね、エアコンをつければいいんですよね。でも今年の冬は一度もエアコンを使用してないので、このままエアコンを使わずに冬を終えることで、エアコンを使わずに冬を過ごすという実績を解除できる気がするんですよね。でもそういうの提出すらしてなかったから、別に達成したところで特に達成感もなく、未来には何も繋がらない、ただ我慢して辛い今があるだけなんだぜ。でもきっと未来の自分は美化してくれるはずです。特に楽しくもなかったはずの過去を美化していってる自分なら。そんなわけでハムスターを飼い始めた話はしましたっけ。今回のハムスターはオス2匹だったかなんですが、なんだか同じ小屋で竜宮に詰まってたりして、なんだか仲が良さそうです。それで可愛ってスマホで撮ってたんですが、ハムスターのケージの位置がいやらしいので、スマホを構えて動画を撮っていると足腰が鍛えられる思い出したんだぜ。可愛い小動物を見ながらの筋トレおすすめです。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。こうして見るとギリギリ延命成功なのかな。こういうの気持ちいいよね。みんなも編成真似してみてね。それではもし